が無料で手に入れたソイラテです。ソイラテ税込み500円、ついに手に入れました。よいしょ、これで手に入れました、お店のお姉さんのおすすめで、ソイラテの上から2番目に大きいサイズで、税込みでも500円ぴったり、全くのお金がかかっていないスターバックスです。私はスターバックスほとんど来ないので、おお、うまい、うますぎる。おお、あとあれが、そう、ミルクの味がしますね。素晴らしいです。結構いらっしゃいますね。ここのスタバでいただきました。国道沿いにスタバがあるなんて珍しいですよね、北海道、とりあえず苫小牧じゃ見たことないです。はい、こんなお店でした。皆さんこんばんは。今8時45分になりました、私は今この小田急相模原という駅にいます。ここ実は私の実家がある駅なんですよね、12月24日クリスマスイブに、どうして私がこんなところにいるかというと、それは年末だから帰省したとかそういうことではありません、ある事情でこちらにいるのですが、まあ、その事情までは、言えませんので、家庭の事情とだけ申しておきましょう。その家庭の事情でここ小田急相模原にやってきたんですが、今日は朝からですね、いろいろ歩き回りまして、まさしく家庭の事情で歩き回ったおかげでですね、大変私疲れております、実はこれからここからまた歩いて15分少々、実家まであるわけですが、それをするとですね、今日は本当に朝からいろいろ歩きました。確かに、朝はスタバを飲みましたが、その時も駅からだいぶ歩きましたし、都会の人は駅から歩くなとそう実感しているところであります。実際今もですね、この時間じゃなかった、この時計のあれを見てください。上の方に書いてある数字が、今日歩いた歩数です。下が時間、一番下の方が、今日何日、12月24日となってますね。一番上の歩数、足の跡もついているところです。19,830歩、2万歩行く予定です。今日だけで2万歩です。特に、スポーツ、なんて言いましょうか、アクティブチャレンジでしたか、アクティブチャレンジそのものはしているのか、スポーツとしてはしていませんが、私は間違いなく、お、ロマンスカーですね、かっこいいですね、なんか鉄道動画になってますね。僕が地元に住んでいた時は赤いの一色でしたが、今は青いのもあるんですね。ですね、2万歩行ったらさすがに、もらえるんじゃないかと、アクティブポイントがですね、特に、ランはしてませんが、それでももらえるんじゃないかということを保険の住友のセールスの方に聞きましたので、今日はそれを確かめてみたいと、そう思います。ここ J リーグの 川口がいるんだ、相模原に。すごいですね。
初めて知った。クリスマスイブですよ皆さん。クリスマスイブです。クリスマスイブだけど心の中は少しも、ウキウキしたものはございません。やっぱり私は北海道で走ってる方がいいようです。おお、こんだけ相模原の松仮都会っぽい駅ビルになっちゃいましたね。あ、ここマクドナルドです。昔ここでアルバイトしてたことあるんですよ。もっともこのビルではありませんでした。もっとしょぼい、時代に、それも1階のところにありました私の時は。おー、すごいイルミネーション。駅前の様子もすっかり様変わりしてしまいました。でもこの通りの道幅が狭いのだけは何にも変わってません。一車線です。不思議な感じですね。地元がこうやって変わっていくのって本当に不思議な感じです。さあここから2万歩目指して歩いてみましょう。失礼しました。もうとっくに行ってました。2159歩、8時51分です。皆さんご覧いただけてますか。なぜかあのガーミンの、アプリではその日全体で何歩、1日何歩歩いたかっていうのがね、なんか出ないんですよ。どうかしたら出るのかもしれないけど出す方がわからないので、証拠が残せずにいました。なので腕時計の画面を直接撮ることにしたわけです。家のそばまで、実家のそばまで行っても何歩歩いたか撮りましょう。あ、いい加減実家の場所が分かってしまいますので、この辺で終わってきました。とりあえず頑張りました。電灯の下で撮っています。21,343歩、確かに21,000歩以上歩いてみせましたぞ。どうなるか楽しみですね。